今やってる間は長いですね、やっぱね。振り返っちゃうとやっぱあっという間だったなと思うんですけど、4年、まあ、たかが4年とも捉えられるかなと思うので、なんとも言えないです結局これも、まあ、その1年1年ごとに見たら、まあ、長いシーズンもありましたし、まあ、いろんな経験もしましたけど、もう4年目かって感じですね。本当にあっという間に4年目のキャンプを迎えちゃいましたねって感じです。まあでもいい意味で吉尾君は変わらないなと思って、もう1年目から言うことは言いますし、相手が誰であろうと自分の思っていることは伝えますし、それをずっともうやり続けてきているので、それができるのは、まあ最初自分1年目とかの時は自分はそういうのが苦手なタイプで、あんま思ってることだったり言えないというか、言わないとダメですけど、どっちかしたら周りに気を使って最初はやってましたけど、まあそれがその3年通して吉尾くんは、まあそのなんていうんですかね、やり続けてきて、それがいい時もありますし悪い方向に行く時もありましたけど、まあそこはすごいかなと思って。いやでもプレーはまあもう言うまでもないと思うんですけど、まあ、やっぱりでも自信みたいなものがすごく出てきて、堂々とプレーしているところがすごくあるので、まあ、ポテンシャルはもともと高いのはもちろん多分みんな知ってるますけど、こうそこのなんだろう、風格みたいなものがすごくここに 1,2 年を感じます。まあ、攻撃的で、まあ、もう本当に自分の考え方を持ってる人で、その分もうそれをしっかり伝えてくれるので、役割もはっきりしますし、やってる選手としてはやりやすいですね。自分のそうです、本当考え方とか戦術とかやり方がはっきりしているので、まあ、明確に結構答えがあるような感じではあります、まあ、特にやっぱ攻撃的とかこう、とにかくこう、なんだろうな、自分たちがこう常に主導権を握るっていうところ、攻撃でも守備でもっていうところはすごく強く感じます。難しいですけど、言葉にするのは、まあ、最初1年目でリカルド監督と一緒にやって、リカルド監督の時もこのキャンプの時期はほとんど攻撃のゴールキックの下からの組み立てから始まって、で2列目でどういうやって、で最後のファイナルのとこでどうやって崩していくかってとこで、まあ、そこのベースを持ちつつマッチェイ監督が来て、で多分マッチェイ監督ももうちょいやりたいことはあったかもしれないですけど、5月にその ACL があったので、もうすぐチーム作りをしなきゃいけないってところで、もうキャンプの時からもある程度メンバー固定して、でもほとんどベースは去年のリカルドがやってきたところに、本当に試合に勝つために何をすればいいのか、まあ、それが結果にも表れてますし、だからこそ多分去年なんか得点力には少し物足りなさはありましたけど、あの結果で終われたと思いますし、で今ヘグモ監督が来て、まあ、でも守備のそのローゾーンのところの守備は去年のところは強化してくれてますし、まあ、そこをベースに固く守ろうという話をしてる、そこからいかにハイプレスができるかっていうところもチャレンジしてるので、まあ、この3年間4年間監督は変わってきてますけど、やってきたところはベースに残しつつ、そこに新しいところにチャレンジしてってるのかなとは感じてます。基本的にやっぱ自分たちが常にこうゲームを支配してたいっていうコンセプトがどの監督でもあって、そのやり方にこう差異はあれど、根本のところでの意識とかこうチームの方向性っていうのはこの4年間ずっと一緒にやってきた、そこの意識は全く変わってなくて、まあ、ちょっと違うところで言うと、例えば今年は割と配置が固定されてて、そこでサッカーするっていうところがあるので、そういう、まあ、戦術的だったりこう少しの違いはまあ当然あるんですが、まあ、やっぱりこう守備は前で奪いそのままショート簡単つなげたいですし、攻撃は可能であれば最短距離でゴールに向かう、それが無理だったら一回こう、まあ、ポジションして相手をずらしてずれるのを待つっていうところ、まあ、今年はすごくドミネートって言葉を、まあ、使うんですけど、その言葉は今年から言われたことでも、でも去年のマチェイ監督も言ってたことなので、
まあ、チームの方向性としてはまあ本当に大枠のところではずっと一緒なので、そういうところで培った個人戦術がグループ戦術とか、まあ、チーム戦術もうまいこと今年の戦術にこうミックスしていけるかが、まあ、今年のポイントかなっていうかシーズン序盤のポイントかなと思ってます。まあ今年は本当みんなが期待している通り、みんなが本当にレッズに関わってる全ての人がリーグ優勝を取りたいと思ってますし、まあ、自分たちもそこに目指して本気で取り行きたいですし、リーグタイトルってところには強い思いがあるので、でこれだけの新しい素晴らしい選手が入って、で今までレッズを背負ってきた選手も残って、で素晴らしい監督が来てるので、本当にそこに向かって挑戦していきたいですね。まあ、チームとしても、まあ、しばらく取ってないのですごく悲願のタイトルでもありますし、僕個人としてもやっぱり日本のタイトルの中で僕は一番リーグが、うん、価値があるというか、まあ、個人的に好きというのもあるんですけど、もうなんですごく取りたい思いは強くて、まあ、それができるこうメンバーのスタッフだとも思いますけど、リーグ戦はこう勢いとかじゃどうにもならなくて、1試合1試合の積み重ねだと思ってるので、まあ、特にこの何年か開幕付近で勝ち点取りこぼすことが多いので、まあ、その開幕の1試合目から本当に勝負にこだわって1ポイントでも多く勝ち点を拾うことが、その積み重ねの先に、まあ、リーグ優勝があるかなと思ってるので、そのためにいいキャンペーンにまずはしていいスタートダッシュを切れればいいかなと思います。今キャンプもう終盤に差し掛かってまして、ここまですごくチームとして結構順調に来てると思うので、今年リーグ優勝を取るためにやっぱり開幕スタートダッシュすごく大事だと思うので、このままチーム一丸となっていい雰囲気のまま開幕戦に向けて、いい準備をしていきたいと思ってます。楽しみにしていてください。頑張ります。まあ、皆さん今年のチームに期待、たくさんの期待をしてくれてると思いますけど、まあ、その期待にしっかり応えられるように精一杯頑張ります。そして悲願のリーグ優勝できるように開幕戦からいいスタート切れるように頑張ります。今年も一緒に戦いましょう。